プラッシーの戦いは、1757年6月23日に、インドのベンガル地方の村プラッシーにおいて、イギリス東インド会社の軍と、ベンガル大使及び公演する、フランス東インド会社の連合軍との間で行われた戦い。この戦いは7年戦争とも関係し、イギリスフランス間の植民地をめぐる戦いの一つでもあった。また、この戦いを機に、 ベンガル大使はイギリスに従属していくようになり、徐々に傀来化していった。シラージュッタウラ1756年6月、ベンガル大使シラージュッタウラは、関税問題や、要塞強化に対するイギリスの返答を不服とし、カルカッタのウィリアム要塞を攻撃した。それより、以前、1754年には、フレンチ・インディアン戦争が勃発しており、 1756年5月17日に、インドではイギリスがフランスに宣戦線布告していたので、フランスはカルカッタ救援を拒否した。この攻撃により、ウィリアム要塞は選挙され、イギリス人捕虜が牢獄内で多数死亡する、ブラックホール事件が起きた。シラージュ・ウッタウラは、カルカッタにおける勝利で名を挙げたが、ベンガル大衆をめぐっては、一族で内向があり、 軍総司令官のミール・ジャーファルがイギリスと密かに連絡を取り合っていた。また、大使の傲慢な態度は家臣たちの反感を買い、彼に反感を持つ人々が加わってこの陰謀はさらに膨れ上がっていった。ロバート・クライブ同年12月、マドラスからロバート・クライブが到着し、1757年1月にカルカッタを奪還、2月にはフーグリーで大使の軍勢を破った。 この時、イギリスと内通していたミール・ジャーファルは、シラージュ・ウッダーラに講和を進め、彼もこれに応じた。だが、3月に、イギリスが、フランスの拠点シャンデル・ナゴルを落とした際、シラージュ・ウッダーラは、イギリスに祝意を述べたものの、大使のもとに逃げてきた、フランス人の引き渡しには応じず、対立が生じた。一方、イギリスは、ミール・ジャーファルと内通し続け、6月4日には、 シラージュ・ウッタウラへの非協力、カルカッタ攻撃の賠償金を支払い、カルカッタの南カールピーまでの地が、イギリスのザ・ミンダーリーに置かれることなどを条件に、彼に大衆を約束した。シラージュ・ウッタウラは、自身に対して張り巡らされた陰謀に不安となり、ミール・ジャーファルに確認を取るためその邸宅へと行き、その疑念が晴れたので彼と共に、イギリス軍を迎え撃つために、 カルカッタの北方プラッシーへと向かった。イギリス側の戦闘計画書1757年6月23日、イギリスの軍人ロバート・クライブは東インド会社の軍隊を率いて、フランス勢力と組んだ、ベンガル大衆のシラージュ・ウッタウラとカルカッタの北方プラッシーで交戦した。戦いはひどく熱くじめじめした7時頃に、ベンガル大衆側の砲撃で開始された。 ロバート・クライブの率いた、イギリス東インド会社軍はわずかに、ヨーロッパ人、兵士950人インド人、傭兵2100人と9門の方、100人の砲兵を有していたのみだった。これに対して、フランス東インド会社と同盟していたベンガル大使のシラージュ・ウッタウラは62000人の歩旧兵力と40人のフランス兵が操作する重砲を、 含む53門の砲を装備して戦いに臨んでいた。しかし、ベンガル大使側兵力の大部分である3万5千人の不評と1万5千人の騎兵を率いていたミール・ジャーファルはイギリスに内通しており戦闘には参加しなかった。シラージュ・ウッタウラはミール・ジャーファルが戦闘に参加しないのは彼の作戦だと信じきっていた。そのため、ベンガル大使に忠実な部隊は モーハンラールとミールマダン率いる12000人とフランス人砲兵に過ぎなかったため実際の戦闘はほぼ互角の兵力で戦われた。昼になってモンスウン期の大雨に見舞われて昇給死しイギリス東インド会社軍は素早く装備を雨から防いで雨が上がるまで待機した。しかしベンガル大使軍の兵士たちは日頃の訓練不足により 状況の変化に柔軟に対応できず、豪雨の中に火薬損や銃、砲を放置し、水浸しとなった火薬は着火しなくなってしまった。雨が止んだ14時頃から反撃を開始した、イギリス東インド会社軍を前にして、シラージュ・ウッタウラの軍勢は、火薬が水浸しで着火せず火器が使用できない状態のまま、イギリスに一方的に攻撃され、ミールマダンが戦死するなどして惨敗した。 一方、ミール・ジャーファルの5万の大部隊は何もせずに、傍観するだけであった。ミール・マダンの戦死後、シラージュ・ウッタウラは気落ちし、ミール・ジャーファルに助言を求めた。ミール・ジャーファルは手にコーランを乗せて、シラージュ・ウッタウラに忠誠を誓い、明日自分がイギリス軍への総攻撃をかけるので、今日はもう日も暮れているから、戦闘をやめましょうと言った。だが、モーハンラールは、 今の状況で戦闘を停止すれば、味方の軍は今日の戦闘に敗れたと誤解し、夜半に乗じて死産してしまいますと反対した。にもかかわらず、シラー・ジュー・ウッダウラは、ミール・ジャー・ファルを完全に信頼しきっており、全軍に戦闘停止を命じた。しばらくすると、モーハン・ラールの心配した通り、ベンガル軍に動揺が広がり始め、逃げ出す兵が続出し回想に近い状態となった。 シラー・ジュッタウラもこれに焦り、首都、ムルシダーバードへ逃げ出した。一方、戦闘停止を提案したミール・ジャー・ファルは、公然とイギリス軍に合流し、クライブに勝利の祝意を伝えた。この戦いで両軍の損害は、イギリス軍の損害は22人が戦死し、50人が負傷したのみで、他方ベンガル大使軍も500人が死傷しただけだった。 堀口松城は歴史上の意義に比べて戦いの規模は小さかったと評している。イギリス東インド会社がプラッシーの戦いでフランスベンガル対主連合軍を破ったことでイギリスのインド支配は本格化する。他方、フランスは翌年から南インドで発生した第三次カーナティック戦争にも敗北しポンディシェリーを占領されるとインドから撤退することになる。だが、 プラッシーの戦いはインドにとって、これから長きにわたるイギリスによる植民地支配への序曲に過ぎなかった。ベンガルの詩人ナビン・チャンドラセイ員はこの戦いの後に、訪れたイギリス支配を、インドにとって永劫に続く闇よと例えている。戦いから間もなく、ミール・ジャーハルが新ベンガル大使として任命され、シラージュ・ウッタウラは放殺された。イギリスは秘密条約で結ばれた条項のもと、 ミールジャーファルから、カルカッタの一軍を含む24軍のザミンダーリーの辞を受けるともに、様々な名目で3000万ルーピーを超す金額を絞り取り、徐々に回儡化していった。また、クライブは戦闘後に、ムガル帝国の皇帝アーラムギール2世から賜った、直例で、ムガル帝国の花であり、保護者であり、最も勇敢な兵士であると評価された。 1764年10月のブクサールの戦いでイギリスが勝利し、東インド会社は3州で租税徴収権を獲得した。これを機にイギリスはインドの植民地化を推し進めていった。ありがとうございます。